全国部落調査の裁判で、本人尋問っていうのがあったんです。まあ、本人尋問っていうのは、原告、被告、まあ、解放同盟関係者と、あと、まあ、我々ですね、双方が、証言台に立って、まあ、質問して答えてっていう、まあ、いかにも裁判らしい場面です。本当にね、一番のこう、裁判のクライマックスなんだけども、まあ、その本人尋問の内容っていうのが全くもってね、判決に反映されてないんです。もう、何日もね、費やして、本当、それぞれね、もうほぼ一日がかりでやるんで、まあ相当な時間を費やしたんだけども、結局ね、判決で使われてないと、何のためにやったんだって思いますよね。だから、この証人尋問、もったいないから、ちょっとこのチャンネルで紹介しようかなと、その尋問の模様というのを。ということで、今回はですね、ブラック解放同盟東京都連の葛飾支部長の方のね、お話。これがね、なかなか面白かったんで、今回ご紹介するんですけども、まあ、誰っていうのは、まあ、検索すれば出てくると思うんだけども、まあ、ここで実名言っちゃうとね、またこの動画が消されたりするんでね。で、ただね、まあ、解放同盟関係者の恥ずかしい話すると、このチャンネル収益がつかなかったんですよね。他にもあるんだけども。ただまあ、今となっては関係ないんで、まあ、この話大いにしようかと思うんだけども。さて、まず、まあ、最初にね、この、まあ、誰がね、証人尋問の対象になるのかっていうことがですね、まあ、当然通告されるんで、こちらもね、調べて、証人尋問に臨むんですよ。で、まあ、まず最初に、相手側、解放同盟側の弁護士が、この支部長さんにね、質問して答えるっていうような形を取ります。で、そこで自分の差別体験というものを語るわけですね。で、例えばですね、こういう質問をしたんですよ。弁護士側が、陳述書には被差別体験についての複数の記述がございますが、中でもとりわけ衝撃的だったと記憶している事件について述べてください。それに対して支部長はですね、私自身が体験した差別事件よりも、私の実の兄が受けた結婚差別の方がショックでありました。実の兄は私よりも精神的にもはるかに強靭な兄でしたけれども、交際相手の親から部落民と結婚させるわけにはいかないという言葉を投げつけられ、一週間部屋に閉じこもりました。食事も取らずに泣き叫び、一週間後に出てきた時には、もうすでに見る姿も無残な状況になっていました。それ以降、兄は人格が変わってしまいました。これは忘れられない私の出来事です。本当にね、厳しい差別があったんだなというふうにね、思わせるこのお話なんだけども、まあこれに対してね、裁判で僕のターンがやってくるです。僕のターンがやってくるわけですね。で、僕は、事前に、まあ当然調べてるわけですよ。で、国立国会図書館で僕は調べた東日本部落解放研究所の、明日を開くっていう本を、見せてですね。まあその中にね、こういうことが書いてあるじゃないか。これ解放同盟系の本なんで、この中でこの支部長がね、自分の身の上を話してるんですよ。そこで兄の話が出てくると。そこで僕は質問したんです。お兄さんの差別体験についてのことなんですけども、これに書いてあるので見ていただきたいんですけども、お兄さんの差別体験があった時に、暴走族の総長だったんでしょうか。これに対するね、支部長の答えが特攻隊長です。メンバーは3000人率いてたんでしょうか。はい。家に日本刀があったんでしょうか。はい。しかも切れるのが。はい。木刀は2本枕元に置いてあったんですね。このように書いています。というあたりで、まあ、傍聴席の側から笑いが起こってですね、裁判官もね、笑ってるように見えましたね。そりゃそうですよね。なるほどね。その、結婚差別された兄っていうのは、暴走族の3000人生きてる特攻隊長だったと。で、まあ、その後ね、僕は質問を続けるわけです。その時期に差別事件があったんですね。いや、違います。それより後です。じゃあ、その時には暴走族から足を洗ってたんですか？はい、そうです。暴走族だったということは知られてたんですか？地元では。まあ、ここでね、支部長ははぐらかすんですね。当時は時代背景を考えていただきたい、いただきたいというふうに思います。少し地域社会で活発的な人たちは、関東の方だったら、やっぱりそういうところに何らかの形で関わっていて、
私の兄もそれに関わっていました。だからといってそれが部落の属性に結びつけられるのは、それはまた別の問題かと思いますという、まあそういう答えなんですね。まあこれを見て、まあどういうふうに考えるかですね。まあ結局ね、暴走族の特攻隊長だったってことは、まあ地元で知られてたわけでしょ。だから、まあ体よく断られたっていうふうにね、考えるのが普通じゃないですか。まあその部落だからって言われたのかもしれないけども、まあまず先にその暴走族の特攻隊長っていうのがあって、まあそれでまあ後付けの理由で断られたんじゃないかって、まあ普通は考えますよね。まあ法廷で聞いた方も裁判官も僕はそう考えたと思います。でこの関東の方だったらって、実はまあこの方ね、群馬県出身なんですよ。で部落解放同盟東京都連合会ってっていうものがね、存在すること自体が、まあ、まずおかしいんですよね。東京都って童話地区ないんですから、童話行政やってないんで、部落だの童話っていうのは東京都にはないんです。なのに、部落解放同盟、東京都連合会ってあること自体がおかしいんですよね。しかも、葛飾支部長が群馬県出身と、実は東京都連ってね、そんなんばっかりなんです。もうほとんど、まあほとんど全部と言っていいかもしれない。もうよそから来た人です。東京都出身ですらない。そういう人が、解放同盟の活動をして、まあいろいろ企業から金もらったりしてるっていうのが、実態なんですよね。で、ついでだからね、この証人尋問も、続きのお話もしとこうかね。で、この部落解放に、この支部長のね、名前も載ってるんですよ。というか、まあインターネット上でも検索すりゃ出てくるんですよね。で1984年の部落解放です。これ普通に売られていたものですと。この中にも証人と思われる名前が出てきて、こちらも出身地のことが詳しく書いてあります。これはご本人で間違いないでしょうか？はい、間違いありませんと。これも販売されるということは承知の上で書いたものでしょうか？はい、そうです。これも先ほど証言しましたけれども、差別をなくす目的で、大学の中でひどい差別実態があると、それを社会に訴えたいと、そのためにやむなく私は名前を出して地域を語って発表したものですと。でそれでまた僕は質問するんですね。この写真はその群馬県の現地にある集会所の写真ですけれども、この施設の存在というのは証人自身はご存知でしょうか？はい、知ってます。そこの玄関に童話対策で作られた集会所だというふうに明記してあるのもご存知でしょうか？はい、そのように貼ってあったかと思います。僕ね、実際その部落に行って集会所で写真撮ってきたんですよ。で、集会所に、まあもう本当にね、もうこれは童話対策で作ったっていうことがね、もうこれ見よがしに書いてありました。で、東日本部落解放研究所の本です。この本についてはご存知でしょうか？はい、私は直接知りませんが、私が東京に出ている間に東日本研究所が調査に入って作られた本かと思います。で、この本っていうのは、まあ、この支部長の出身地の群馬県の部落について詳しく書かれた本です。この中には建築のことが書いてあって、まあ、住民の血筋についてかも書いてあるんですけども、例えば坂本さんの一部の血筋は調理の家系みたいなことが書いてあるんですけども、証人自身は例えば自身の家系が調理であるとかそういうことはありますかと。はい、私は自分が調理であるかというよりも部落民であるという自覚を持っています。じゃあ、当該地域の大技単位ですね。その地域の住民というのは全員が部落出身なんでしょうか？例外なくと。地域が被差別部落。歴史的、社会的に差別されてきた被差別部落であるということは承知しています。ただ、そこでの一人一人の部落民の自覚認識、自認意識はそれぞれ私が語ることはできません。わからないということでいいんでしょうか？いや、わからないじゃなくて、私一人一人の自分が調理の系列かどうか、系譜がどうか、そういうものは私は語ることはできませんと言っていますと。まあ他にもですね、まあなんとか工場っていうね、土建屋さんをやってるんだけども、まあそこでね、これはお父さんの会社でしょうかっていうふうに僕は聞くんですね。土建業の会社です。父が起こしました。これは童話対策の仕事を受けてたんでしょうか。いや、順を追って説明します。私の父親が土建業の会社を起こしたのは1974年です。童話対策特別措置法が制定されたのは69年です。ということは、予算が付けられて1970年代初頭から童話対策事業というものが全国に始まったかと思います。当時は不況下です。
会社を作るにも親戚も発起人になってくれなかったような従業員数も一桁の会社ですというふうに、まあいろいろとね、その、まあまあ結論としては、その、童話事業を、やってたっていうことを、まあ証言するわけですね。うん。あとね、解放同盟東京都連の交渉に関する文書っていうのを示して、これはブラック解放同盟、東京都連合会との交渉に関する文書なんですけれども、証人自身はこういった交渉に参加するということはあるんでしょうかと。はい、あります。断っておきます。私はブラック解放同盟東京都連の代表でこの証人台に立っているのはではありません。この問題に対する原告の一人として立っているわけで、解放同盟東京都連のことに関してはこの場で答えることはできませんと。じゃあ解放同盟の下部組織としての活動として聞きたいんですけども、いやそれも私は本裁判の原告の一人として立ってますので、組織を代表してここに立っているわけではありませんと。でさらにですね、質問内容を聞いてから判断していただきたいんですけども、この東京都の文書に交渉の中で被差別部落に関する固有名詞が出てくるということがあるんですけども、被差別部落に関する固有名詞というのは東京都のやり取りしてるんでしょうかと、知りません。まあそういう感じのやり取りでした。あ、ちなみにここでね、東京都の交渉に関する文書っていうのを示したのは、これはまあ東京都がね、解放同盟とそのまあなんか部落に関することのやり取りもしてるっていうような、まあそういう感じの内容だったんですね。まあそれに対してはまあ知りませんでとぼけたような形です。ということで、まあこんな感じだったんですね。まあなんか空気感わかるでしょ。うん、まあ僕はこうやって、事前に調べたことをもうどんどん突っ込むし、まああなた部落出身ですかと、その調理の過程なんですかっていうことまで僕はどん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 聞いていったわけです。ということでね、まあまたこのシリーズまた、やろうかと思います。他の方にもね、僕はいろいろ質問してるんで、まあ他にもね、見どころあったんで、まあこのチャンネルでお話ししたいと思います。では、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。